100万ぐらい大学入試一般選抜を受けようってなるとかかってくるのかな。総括選抜の場合は大体は洗顔でそれ確定するからキープ料とかいらないわけですよね。直前の塾の費用っていうのを抑えめにしてその分を出願料とか捨て金に回した方がいいんじゃないかと。コスコス副塾長の西村です。そして総合職人の太鼓です。そして天チャンネルの天童です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今回の企画なんですけども、はい、受験版の賢いお金の使い方っていうところをお聞きしたいなというふうに思っておりまして、はい、実際一般選抜と総合選抜どのくらい費用がかかってくるのかっていうところからお金をかけるべきところみたいなところまで解説していただければなというふうに思っております。はい、私が一般選抜にかかるお金をお話しさせていただくんですが、4月からの塾の費用とか、そういうのはちょっと置いといて、総合型との違いといいますか、大学入試の時にかかるお金というのを言わせていただきます。まず一般選抜の場合はですね、複数校やっぱり大学を受験するわけですよ。1校につき3万5千円出願料はかかります。多い子だと10校以上受ける場合があるので、大学に出願する、受けるだけで30万以上まずかかります。私の方のチャンネルでは何度も何度も言ってるんですが、プラス入学金の捨て金というのが発生する可能性というのが高いんですね。これは大学に合格しましたと。その合格した権利というのをキープしておきたい。そのために大学に入学金が約30万ぐらい。それが取られてしまうんですよ。要はキープ代ですね。というのがかかってくる可能性が高いと。プラス、総合型と一般選抜の違いだと、やっぱり時期が違いますので、総合型っていうのは11月に合格発表がありますから、11月以降は塾の費用っていうのはゼロにしようと思えばできます。でも一般選抜の場合は11月以降も当然ね、1月までは必ずお金かかります。その時期の予備校さんの費用というのはかなり高く設定してあるんですね。ですから11月12月1月そこら辺で20から30ぐらいはお金がかかる可能性はあると思った方がいいです。そうしますと出願料で約40万、入学金の捨て金が約30万、まあ、これ1校分です。あとは塾の費用が総合型選抜よりも30万余計にかかるというふうに考えると、だいたい100万ぐらい大学入試一般選抜を受けようってなるとかかってくるのかなというふうに私は思います。100万って聞くだけだとそこまでって感じしますか？どうですか？いや、でかいですね。めちゃめちゃ大きいですよね。パワーですから。そうですよね。1回の大学受験でなくなっちゃうと考えるとかなりでかいお金で、今話したのは本当に入試のお金だけなんですよ。要は大学に払う授業料とかに関しては話していませんので、大学の授業料1年間で120万とか理系だと150万以上かかったりとかしますから、2月末には250万ぐらいは現金として用意してないと大学には入学できないというふうな形になってきますよね。入学金のシステムってちょっとずるいなっていうふうに思うんですけど、大学側それで儲けてるんですかね？だいぶ儲けてると思いますよ。それでずるいですよね。ただ前に裁判になったんですよ。その裁判で結局大学が勝ったんですよ。これはキープするお金だから適正であるみたいなことを司法の場で言われてしまったので、30万って金額自体おかしいんですけど、そこは払わなければいけなくなってしまったと。そうですね、はい、総合型選抜でかかる費用っていうところも対応する、はい、持ってきていただきましたので、はい、はい、総合選抜は基本的に洗顔が多いので、洗顔といったら受験料がだいたい1個3万5千円で、それに伴う交通費と宿泊費だから5万弱以上終了。かなりお得ですね。いや、10万円未満もう安ければ5万ぐらいで収まるし。そうですよね、はい、ただ昨今弊害が増えてるんで、その学校の数だけ増えますけど、うんうん、どちらかというと受験校は少ないからそれで終わります。しかも総合選抜の場合は弊害でその合格を持って一般受ける人もいますけれども、うん、大体は洗顔でそれ確定するから、うん、キープ料とかいらないわけですよね。そこで入学金を払ってしまう、うんうん、ずるくないですか？一般選抜と総合型とか、まあ推薦でかかる費用が違いすぎますよね。僕一個アイデアとしてあるのは、はい、締め切りによって入学担保金の金額変えればいいんじゃないのって思うんですよ。例えば2月の10日まで待つんだったら3万でいいよと、うん、2月15日までだったら5万、2月末までだったら15万みたいな、3月15日までだったら30万みたいな、はい、こうすると必要なところだけ買えばいいじゃないですか。そうですね、みんなコストコみたいドーンって30万みたいな感じじゃない。それを小分けにしてやるといいと思うんですけどね、はい、わざと被らせてるんじゃないかっていうぐらい被ってきます。そうなんですよね。談合ですよね、あれは。談合ですよ、確実に。志望順位が低い大学の方が早いんですもんね。そうそうそう、あれはもう明らかに談合ですよね。ずるい。
一般選抜と総合選抜の、まあ、受験費用はかなり差がついたんですけども、うん、どちらの選抜でもどういったところにはお金をかけた方がいいのかっていうところもお聞きしたいなというふうに思います。はい、分かりました、はいはい、お金をかけるべきところなんですけれども、まずはですね、削っていいところから話していいですかね、はい、私が削った方がいいと思っているのはですね、一般選抜の場合は特に直前の塾の費用ですね。私はですね、もう直前になったら実は塾っていらないんじゃないかって思ってます。予備校はですね、直前にものすごくたくさん授業を取らせようとするんですよ。やっぱりご家庭も不安ですから、子供にたくさん取った方がいいんじゃないみたいな感じで取らせるんですけれども、でも直前になったら授業を受けるよりもそれまでの復習をしたりとか、もしくは自分の苦手なところだけを集中的に勉強した方が私は伸びるんじゃないかと思うんですね。ですから直前講習の授業っていうのをあまり取らないようにした方がいい。ゼロだとあまりにも不安でしょうから、たくさん取るっていうのをやめた方がいいんじゃないかなと。そこで賢い使い方ができる。そうですね、そこで余った分を出願料に回すとかいうふうな形ですね。削ってはいけないところっていうのは、やっぱり出願料と入学金の捨て金、これはですね、削らない方がいいかなと私は思っていて、最近の大学受験っていうのはたくさん受けて、でその中から何校か受かるっていうことがやっぱり多いんですよ。ですからやっぱり出願料というのはそんなに抑えない方がいいのかなと、うん、入学金の捨て金に関してもこれはですね、仕方がないと思います。捨て金なんか本当に発生するのか、要はちゃんと受験日程を組んでいけば捨て金なんか出ないんじゃないのかって思ってらっしゃる方多いんですけど、でもですね、繰り上げ合格が出ると捨て金っていうのがどうしても出てしまうんです。ですから繰り上げ合格の可能性も考えると、やっぱりそのお金っていうのもキープしておいた方がいいと思いますので、天童が考える賢いお金の使い方というのは、直前の塾の費用っていうのを少し抑えめにして、その分をちゃんと出願料とか捨て金に回した方がいいんじゃないかというふうに思います。なるほど、出願料に回せばチャレンジ回数が増えますからね。そうなんですよ。私は本当は共通テスト利用っていうのがあまり受けない方がいいよって生徒に言ってるんですよ。ただ今年は共通テスト利用入試で受かった子が結構多めにいて、普段はあんまりいないんですよ。難しいというか定員が少ないので、共通テスト利用っていうのは、ただ今年はたくさんいたので受けても良かったかなとは思うんですけど、ただ共通テスト利用の一番怖いところっていうのは一発勝負っていうことなんですよね。例えば5校共通テスト利用入試に出願していたとしたら、1回の試験で5校の合否が決まってしまうと、めちゃくちゃハイリスクなんですよ。でもちゃんと各大学の個別入試を受験すれば、5回の入試に対して5個の結果発表が出るということは、それだけでリスクが分散されてるんですよね。やっぱりうまくいく日もあればうまくいかない日もあると思うんですけども、一発勝負じゃない分いいかなと。ですから共通テスト利用みたいな一発勝負じゃなくて、個別入試とかにお金をしっかり使った方が合格する可能性は高いんじゃないかと思います。ありがとうございます。総合の選抜での賢いお金の使い方お願いします。はい、賢いお金の使い方というか、ここにお金をかけた方がいいんじゃないかという話をさせていただきますね、はい、3つあります。1つ目はイベントです。本とかネットとかでわからない経験がやっぱ手に入るんですね。イベントというか、これ言い方を変えると経験値を買うみたいな感じですね、うん、イメージとしては。ゲーム課金して経験値買うじゃないんですけど、いろいろなイベントとかには進んでいった方がいいというふうに思いますね。何のイベントかはその人の将来とか大学で学びたいことによって変わるんですけれども、一見関係ないようなイベントであっても参加してみたら新しい発見があったり、考え方が変わったりするかもしれないので、決めつけないで参加してほしいなっていうふうには思います。2つ目が交通費です。調査とかをするときにネットとか図書館とかで調べて満足しちゃってる人ってすごく多いんですけれども、直接自分の目で見に行ったりとか確認をする、その方が誰かに説明するときの説得力がもう段違いなんで、ここはケチらないで行ってほしいなっていうふうに思います。3つ目なんですけど、本題、書籍ですね。もちろん図書館で調べたりすることも大事なんですけれども、よく使いそうな本とかは買って付箋を貼ったり線を引いたりして自分のものにしていった方がよりいいんですよね。イベント、経験値、それから交通費、それから本題、ここは総合型の場合は僕はお金をかけるべきだと思います。イベントで例えばどういうイベントがあるんですか？お金がかかるようなイベント、例えばですけど、なんか誰かのコンサートでもいいし、話題になってる映画を見に行ってもいいし、うん、博物館で国宝展をやってるとか、はい、よく京都のお寺であるんですけど、この時期だけ国宝とか重要文化財をご開帳しますとかね、うん、ちょっと交通費とも被っちゃうんですけど、そういうようなものには進んでいった方がいいかな、ケチらない方がいいかなっていうふうに思いますね、うん、なるほど、はい、びっくりしたんですけど、
私が答えようとしていた台本全く同じなんですよね。フィールドワークですね。まず外に出て行動するための費用というところにお金をかけた方がいい。イベントと交通費のこともですね、あと語彙力とか技術力っていうところも上がっていくものになりますので、本も読んだ方がいいというふうに思っていて答えようとしていました。シンクロ率がめちゃくちゃ高いですね。総合型選抜も言ってしまえばどちらも専門家ではありますので、示し合わせたようなね、カメラセットしてすぐぶつけ本番といいますか、撮っていますので、その内容を聞いてびっくりしていたという感じですね。はい、昨日ズームとかで話し合ったわけじゃなくて、ではない違います。僕はちょっと予知能力が実はあって、それで分かったんで、ここまでいけるアウトはということで、今回の企画は賢いお金の使い方受験版ということで、一般選抜と総合選抜の専門家にお話をお伺いしました。この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。太郷さんのチャンネルと天童先生のチャンネルでも出演しておりますので、そちらもぜひ確認ください。それではありがとうございました。この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。出願書類、面接の悩みはコメント欄にお願いいたします。それではありがとうございました。